どうも皆さんこんにちは、ケツン中継でございます。ということで、私前回ね、タイムトゥーキルとタイムトゥーデスについて語ったと思うんですが、それが大幅に変更されたパッチが入りました。で、かなりゲーム性変わってますが、勘違いしないでほしいのが、これが確定したわけじゃないです。あくまでも実験でございます。今までテストサーバーっていう、コミュニティのテストサーバーっていうね、 CTE というやつがあって、でそのサーバーで、次回のアップデート内容を先に入れて、コミュニティの人たちに先に体験してもらう、でフィードバックをもらうみたいな形をやってたんですが、今作はまあこれだけ大規模な変更っていうか、もう本当にゲームそのもの自体を変えてしまうので、まあ、コミュニティテストサーバーとかではなく、もうみんなにこう、全員のプレイヤーにこうなるよどうみたいな感じでテストしてます。で結論から言うと、全体的に倒しにくくなって、倒されにくくなった、プラス武器全体が弱体化して、より倒しにくくなって倒されにくくなったっていう感じですね。はい。でこれ見てもらったら分かると思うんですが、赤で書いてある倍率が今までの倍率なんですよ。今までこの腕とか足とかって 0.96 倍とかだったんですけど、俺これびっくりした、今作1倍やったらしいっすね。1倍、ここも1倍、うん、同じダメージやったらしい。あ、そうか、そうなんと、まあ、それはタイムトゥーキル早いわって思った、うん、だってこっから下どこ当たっても4発キルとかやったやで、そりゃタイムトゥーキル早いわって思った。うん、でそれを胴体だけ1倍で他を下げるとかではなく、全体的に 0.85 倍になってる。まあこれ見たらそうじゃないところもあるやん、それは各々で確認してください。全体的に 0.85 倍になってます。ということで、今までは4発キルができてたサブマシンガンとアサルトライフルは実質5発キルです。でまあ1発ぐらい増えても大して変わらんじゃねえかって思うかもしれんけど、やってみたらわかる、意外とねダメージ97とかで止まんで、うわマジかみたいな、やれんのか今のみたいなのなるでさらに距離による威力減衰ですね、それが細かくなったプラス狭くなった。まあその詳しくは EAA さんとかがね日本語でやってると思うので、それ確認してほしいんですが、で全体的にこう弱体化してる中で、実質あこれ強くなったなって思うのが、俺の中でセミオートライフルかなって思う。PS 機はちょっとわからんけど、まあ、マウス操作の PC だったら今多分セミオートライフルがめちゃくちゃ強いんじゃないかなと思います。フルぶっぱできるアサルトライフルは初心者中級者用って感じですかね。まあ、セミオートライフル使ってゴリゴリヘッドライン狙っていく上級者がかなり無双する環境なのかなとは思う。あ、そんな感じでね下がってる。で下がって戦場がどうなったかっていうと、今まで基本的に先に打った方が勝ちみたいなところだったんですけど、反撃するチャンスがかなりある。まあ、定位点で芋角待ちしてる人とかいるじゃないですか。そういう人たちに対して今まで私たちって結構ね反抗できなかったと思うんですよ。今のどこでやられたみたいな感じだけど、キルカメがちょっとバグっててどこにいるかわからんみたいな感じでやったんですけど、しっかりくるってこう向いて、なんなら反撃できるバン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 ってようになったので、芋が弱くなったという点はいいと思います。まあでももちろん悪い点っていうか、うーんっていう点もあって、まあ、いい意味でも悪い意味でも、なんかより分体行動が大事になった。なんかね、まあ、ここに敵が味方がいて、ここに敵がいるとするじゃないですか。で3対3でこうバン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 やって、で壁に隠れながらとかね。でそれを見た私が例えば一人でこう裏を取って後ろに行くとするじゃないですか。で今まではズバーンってやってたけど、1人やって2人目やるかなぐらいにはタイムトゥーキルが遅いからもう気づく、こっちに気づいて反撃してくる、でやられるっていうパターンが割と多く見受けられるようになったかな。やりきれない1人じゃ。で最初私もかなりうわこれはちょっとどうなんて思った時もあったよ。結局タイムトゥーキルが伸びてしまえば伸びてしまうほど連射速度の速い武器が強いっていう感じで武器の選択肢なくなってくるじゃないですか。でどうなんかなって思ったんやけど、まあ俺的には、まあ、慣れたらどっちでもいいかなって思う。こっちはどっちでもいいかなって思う。でこの俺別にさゲームに詳しいとかでもないしプロでもなんでもないから参考になるか分からんけど、GG システムをいじるのをなくしてほしいかなっていうのはもう
あの GG システムアップデートで弱体化したっていうのを話したじゃないですか。で弱体化したから若干増えてきたね、一方的なゲームが増えてきた。まあこれも最初はさ、 GG システムとか詐欺じゃねえかって騒いでた人たちの意見を聞いてしまったっていうのもあると思うんやけど、GG システムの一番いいところって逆転するチャンスがあるとかどうよりも、あのね、大きな大群がねいなくなるところやった。大きな大群って何かっていうと、あのね、回遊する人たちのことやねんけど、まあ、例えばこうやって ABCD ってあるじゃないですか。で今まで例えばこっちが劣勢な時、20対向こうが例えば100とかね、もうクソ劣勢な時って、この20やったら GG システムが発動して、例えば D に俺一人でも旗上がってたんよ。俺一人でも上がってたん。でも GG システムが薄れてしまう、もしくは従来のバトルフィールドみたいな感じだったら俺一人で旗上がらないのよ。旗上がらないからみんなと一緒に動くしかないのよ、みんなも、ということで大群ができるのよ。 A 取ったら今度 B 行こう、 B 取ったら今度 C 行こうっていう、この回遊するね大群がいるんですよ。このゲームになってしまうよね。でこの大群から離れて D 俺たちだけ行くっていうのが今まではできてたよ、 GG システムのおかげで。でも今できないよ、できないの。結局一緒に行くしかないのよ。分隊色も強いしね、あの取りきれない、あっという間にやられてしまう。まあ、劣勢っていうことは向こうの方が強い、打ち合い強いプラス旗意識が強いっていうことやから、もうやられてしまう、余地がないので、結局みんなと一緒にこうやって動き続けるしかないのよ。これでなんかちょっと回遊ゲーになってしまうよね。今までのバトルフィールドもそうやったの、今までのバトルフィールドなんか、あの一緒やったからね、旗の上がるスピード、例えば劣勢でももうかなり難しかったよ、やっぱ抑えられてっていう感じになって、これを解消するのが一番でかかったよ。 GG システムやったんやけど、まあなんかそのプレイヤーの旗意識がちゃんとしてればなんかうまくいくとか、まあ言うけど理想やから、それ世界が平和だったらいいなみたいな無理やから実質。GG システムはね俺は良かったと思うんやけど、俺まあ、俺 TTK、TTD より GG システムなんかもうちょっと良くしていいんじゃないかなって思う。なんかね、今作に限ってはね、ダイスの人たちはね、かなりコミュニティの意見をね聞いてると思うよ。ただ聞きすぎているところもあるんじゃないかなっていうのは思う。やっぱ難しいよね。 DA5 が神ゲーとするじゃないですか。すでに完成されたゲームだとするじゃないですか、 DA5 が。もうこれ完璧やと、アップデートも何もかもできてね、もう素晴らしいゲームになってると。でもそれを例えば半年もやったら飽きるでしょ、どんだけ神ゲーでも飽きると思うね。飽きたって言われる、もうやだ、もう飽きた、面白いけどね、違うゲームやりたいってなってくるってなると、っていうのを防止するために新武器入れたり新マップ入れたり新しい要素入れたりしていくじゃないですか、他のゲームも。そしたら前の方が良かった言う人絶対出てくると思うんですよ。うわ今のあまり、分かったやめるわ、飽きた、もうしょうがないどのゲームもねそうやと思う、そうなってしまうのよ。いやもう難しいな、いや難しいわ、好きなように作ってほしいっていう思いプラスコミュニティの意見もちょっと聞いてほしいっていう思いもあるから、まあ、このバランスめっちゃ難しいと思うねんけど、まあ、どうしてもさやっぱり反対意見の方が大きく聞こえてしまうと思うよ。なんか例えばクレーマーとかっていっぱいどの業界にもいると思うんやけど、クレーマーって電話するやん、バーって電話しまくるやん。でもこの商品めっちゃ好きみたいな人って電話しないと思うよ。わざわざ電話してこの商品めっちゃいいですねみたいな、そんなやつまれやろ。悪いところがあったら電話するけど、いいとかって言う人おらんやろ。例えばなんかスーパーとか行ってさ、キャベツ買うやん、キャベツで虫が入ってるやん、虫が入ってたら、お虫入ってたぞってバーバーバーってクレーム言うやろ。虫入ってなくてもクレーム言わないでしょ、完璧でしたみたいな言わないやろ。だからどうしてもね、やっぱり開発人っていうか、やって作る側の人間ってどの業界もそうやけど、悪い意見がどうしてもね大きく聞こえてしまうもんなのよ。大きく聞こえてしまうもんやから、まあ、GG システムの件もそうやし、まあ、爆撃の件は俺的にはいいんやけどね、いいし、であと TTK、TTD の件もそうやと思うんよ。だから、言ってこ意見、ええやん、 Google 翻訳とかで、簡単に翻訳したやつでもええから、送ってこ意見、いい点も悪い点も、そうしよう、はい
ていう感じのお話でした。ということで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。